看板はソフトウェア製品を開発するための方法である。さらに、看板はソフトウェア開発者に過剰な負荷をかけずに、ジャストインタイムでのソフトウェアリリースを強調したプロセスでもある。このアプローチでは、顧客へのデリバリーに必要なタスクの定義を行い、そのタスクをソフトウェア開発プロジェクトの関係者が理解するために、プロセスを視覚化する。そして、タスクの作業者は、 作業を Q から引っ張ってしていく。ソフトウェア開発における看板は大きく2つの部分に分けられる。方法論としての看板は英語圏において看板と大文字から始まる言葉で説明されている。そしてシグナルとなるカードは看板、シグナルカードによって実現したプル型システムは看板システムと呼ばれ小文字から始まる言葉で区別して表記されている。 方法論としての看板は、デイビッド・アンダーソンによってまとめられた理論である。看板は、作業進捗とともに変わるものであり、プロセスを進化するアプローチであり、組織に合わせて、システムを変化する。看板では、ワークインプログレスを制限したプル型システムを実現する。プル型システムの核となるメカニズムによって、システムの運用やプロセスの問題を明らかにし、 システムの継続的な改善に必要な協力作業を促す。このプル型システムの一つの例が看板システムであり、ウィップ制限されたプル型システムという一般的な形を経て看板システムとなった。以下の基本原則が看板の根底にある。デイビッド・アンダーソンは方法論としての看板の成功例について観察を続けてきた結果、五つの核となる特性を 定義した。その後、関係するプラクティスや、その拡張として、6番目の特性が追加された。可視化するウィップを制限する流れを管理する明確な、ポリシーを作るフィードバックループを実現する、コラボレーティブに改善し、実験的に進化する以下のような共通のモデルがある、to do, doing, d o n だけのシンプルな看板ステージを細かく分けた。 看板システムの看板ツールとしての看板は、方法論としての看板によって、組織を変化させ、変化を促進させるために、ツールとして使われる。ジャストインタイム生産システムで使われる看板は、全工程へのシグナルとして使われるため、物理的なシグナルカードを意味している。しかし、ソフトウェア開発における看板の場合、目に見えない作業をカードにして運用するため、 仮想的な看板システムとも呼ばれる。ツールにおける看板は、海外だと、サインボードと訳されることが多い。しかし、国内では、以下のように様々な名前で呼ばれている。看板、看板ボード、タスク看板、タスクボード、カードウォール、アジャイル看板。ソフトウェア開発において、ツールとしての看板には、いくつかのバリエーションが存在する。タスクの状態を、トゥールー。 Doing、Done という三つのステージに分割し、タスクを情報カードや付箋紙に書いて貼り付けた看板。これは単純にタスクやタスクの状態を見えるようにしたものなので看板システムではない。看板という方法論で使われる看板は以下の点に注目をしたツールになっている。ありがとうございます。